はい、じゃあ表題の文献について、丸山が紹介します。はい、で最初に、まあ、いつものごとく、センテンスシンプリフィケーションってその文を、まあ、読みやすく理解しやすくするようなタスクです。でここでは、まあ、教科学習っていうものを取り込んで、テキストシンプリフィケーションに、まあ、取り込みましたっていう話 で、まあ、今までの、まあ、既存のモデルよりもいい結果が出ましたというような流れになっています。はい。で、ここで提案しているモデル、まあ、2つあるんですけど、まあ、1つは、まあ、教科学習取り込んでやるようなモデルと、あとはそれにプラスして、歴史からシンプリフィケーションのモデルを追加したっていう、この2つのモデルをのについて、これから話をします。はい。で、これがモデルの、いきなりなんですけど、モデルの概要、概略図になります。で、左側が、アテンション付きのエンコーダー、デコーダーモデルですね。X が、まあ、入力のセンテンスで、Y ハットが、まあ、それに対応するような、まあ、X が難しい文なんで、それと似た同じ意味を持つ、簡単な文ですね。システムの出力が Y ハットになります。で、この右側の方が、ここで提案している教科学習のモデルで、X っていう入力の文と、Y ハット出力システムの出力と、あとは答えですね、リファレンスの Y のこの3つを使って、報酬を計算してやって、でそれをフィードバックしてやるというような流れになっています。で、教科学習なんですけど、まあ、ポイントはそうどういう報酬を設計するかっていうところにあると思います。でここでは、報酬は、この式で表されるような報酬になっています。でラムダは、まあ、この0から1の重みにあたる部分で、その R っていう部分が報酬にを多分表す部分になっています。でそれぞれ、平易さと、まあ、あとはまあ意味の保持性とかですかね、あとは流暢さ、まあ、それぞれ3つに対して報酬を与えるというような形になっています。で、どういうふうに計算されるのかというと、ここに表すような式になっています。で上から順に説明していくと、シンプリシティ、平易さは、サリっていうあの平易化で使われているような評価尺度を使って計算します。でこのサリを計算するときには、まあ、入力のセンテンスと、システムの出力とリファレンスの3つが必要になってきます。で、サリっていうのはもともと複数の参照文に対して、まあ、効果を発揮できるような評価尺度になるんですけど、ここの実験では、まあ、複数あるものも使うんですけど、1つしかないあのシンプルウィキペディアとか、まあ、1対1の対しかないっていう場合もあるので、そういうデータで、たまにリファレンス自体がちょっとノイズになってることがあるので、まあ、そういうのに対してなんかあまり報酬を与えすぎないように、その出力システムの出力とリファレンスをひっくり返してサリを計算するっていうのをそのリバースしたものも、一緒に加えて計算するような形になっています。で、次に、まあ、下真ん中の意味の保持性の部分なんですけど、これは入力のベクトル と、システムの出力の分、入力分とシステムの出力の分をそれぞれ1回、センテンスのベクトルにしてやって、それの、まあ、コサイン類似を取ってやるというような、与え方になっています。であと流暢さっていうのは、あとこの P の LM っていうのが言語モデル確率ですね。それを使って流暢さっていうのを計算しています。はい。で、このモデルに、さらに、歴史からシンプリフィケーションのを追加してやるっていうのが、もう一つのモデルです。で、まあ、歴史からシンプリフィケーションっていうのはなんかある難しい文中に含まれる難しい語をなんか平易な別の言い方に書き換えてやるっていうようなタスクです。で、まあ、ここではプレトレインされたエンコーダーデコーダーモデルっていうものを歴史からシンプリフィケーションに使っています。
で、最終的にどういう計算をするのかっていうと、この PRL っていうのがさっきの強化学習のところでの、まあ、出力、まあの確率になってて、それに加えて、まあ、この P の LS っていうレキシカルシンプリフィケーションで出てきた確率っていうものを加えてやって、出力する単語を決定するというような、モデルです。はい。で、ここ、はい、で実験の設定なんですけど、ここでは3つのデータセットを使っています。で1つは、まあ、ウィキスモールっていうやつですね。あとは、そのシンプルウィキペディアのついのものが結構たくさんあるので、その、まあ、3つを全部くっつけて、このウィキラージっていうものを3つくっつけたものをウィキラージと呼んでいます。あとはニューセラーコーパスですね。多分これが一番品質の高いコーパスになります。はい。で、比較する、システムなんですけど、それこの3つになります。1つは、まあ、フレーズベースのマシントランスレーションで、リランキングしているようなモデルですね。あとはハイブリッドって呼んでいるモデルで、これが多分ウィキスモールとかでは、まあ、ステートオブジアートなモデルですね。まあ、高分的な平易化みたいなやり方 と、そのマシントランスレーションを組み合わせたものだと記憶しています。で、あとこの SBMT サリっていうやつですね。フレーズ、PPDB でトレーニングして、サリでチューニングしてやるっていうようなモデルです。はい。で結果なんですけど、まあ、これが、左側が、自動評価の結果で、右側が人で評価の結果になります。で、最初にちょっと左側の方から説明していきます。で、評価尺度なんですけど、ブリュート、あと FKGL っていう可読性の評価尺度ですね。小さい方が、まあ、読みやすいということを表しています。あとはサリですね。で、まあ、たくさん表があるんですけど、まあ、ニューセラの部分だけ、まあ、注目してみると、エンコーダーデッコーダーあエンコーダーエンクデック A っていうのが普通のエンコーダーアテンション付きのエンコーダーデッカーデコーダーモデルです。でそれ と、ここで提案している強化学習のモデルですねを比較すると、まあ、FKGL とか、まあ、は低い値になってるし、まあ、サリでも高い値 になっていて、まあ、それがまあ強化学習 あのコンポーネントの効果だと言えると述べています。でまたそれに、レキシカルシンプリフィケーションを足すと、まあ、ブリューはちょっと改善されるんですけど、他がちょっと下がるというような結果になっています。で次に右側の、人で評価についてです。で、まあ、人で評価なんですけど、流暢さと、まあ、あと意味の保持性と、平易さと、あとそれの平均ですねで評価しています。で多分1から5の5段階で、まあ、スコアをつけてもらうというような形です。で、まあ、流暢さの、まあ、左から順に説明していくと、まあ、流暢さでも、まあ、結構高い提案している手法が高い値になっています。まあそれはまあエンコーダーデコーダーモデルの効果だと言えると思います。で意味の保持性なんですけど、まあ、提案しているモデルちょっと、他のシステムに比べると低い値になっています。ただリファレンスもまあそんなに高いわけではなくて、まあ、リファレンスにまあ近いような意味の保持性を持っているということが分かります。あとはシンプリシティとかだと、まあ、圧倒的にまあ提案しているモデルが良くて、結果としてまあ合計で見ても提案しているモデルが良いということが分かります。はい。でまた、編集距離ですね。その入力分 と、その出力した分の編集距離っていうのを取ることで、まあ、どういうふうに変化が起きているのかなっていうのを、調査しているようです。で、その編集距離を表すのがこのトランスレーションエラーレートっていうもので、強化しています。まあ、高ければ、まあ、よりたくさん書き換えを行っているっていうようなものに
な、まあ、評価尺度ですね。で、一番、高い編集しているのが、この表だとこのハイブリッドっていうようなモデルです。これ、削除とか文の分割とかをするような、まあ、モデルで、まあ、なんで、まあ、この出るっていう削除の操作もなんか他と比べると結構多いんですけど、まあ、これが高くはなっているんですけど、まあ、やりすぎているというように、まあ、筆者は述べていて、で、まあ、その前の表で見てもなんかこのハイブリッドをちょっと注目すると、流暢さとか、まあ、意味の保持性とか他のシステムに比べて低い値になっていることが分かると思います。で、まあ、それに次いで、まあ、よく編集できているのは、まあ、提案しているようなモデルで、まあ、リファレンスの値とも割と近くなっていて、まあ、より適切に書き換えられている、まあ、編集しているというようなことが、まあ、言えるだろうということです。で、はい。で、まあ、これが、まあ、出力の例文になっています。以上で終わります。